ジョン・ウォルター・ジョン・ウォルターは、イギリスの石炭商、出版業者。ロンドン石炭取引所の設立に関わったほか、1785年に、タイムズ紙の前身である、ザ・デイリー・ユニバーサル・レジスターを創設したことで知られる。同名の息子・ジョンと、孫・ジョンも、タイムズ紙の編集に関わった。石炭商、リチャード・ウォルターと、妻、エスターの三男として、 おそらく1739年にロンドンで生まれた。兄にロバート・トリチャードがいるが、父の死後にその業務を引き継いだのは三卵のジョンだった。石炭省を12年間務めた後、ウィリアム・ブライトリー政治者の社長になった。ロンドン石炭取引所の設立にも関わり、その経営委員会の会長を数年間務めたが、1781年に辞任して、 石炭取引から手を引いた。同時期に保険業にも関わっており、会長辞任を機に保険業に専念し、同年にロイズに加入した。最初は石炭取引に関わる船舶の保険を専門としたが、後により、陶器的な保険も手掛けるようになり、その結果として大損害を出し、1782年初には破産を宣告するに至った。しかし、 債権者たちはウォルターを信用しており、ウォルターの辞書にかかった債務の回収に、ウォルター自身を任命した上、ブルームスベリーのクイーンスクエアにあるウォルターの自宅の家具を謝礼として、ウォルターに与えたほどだった。ウォルターは破産にあたって新しい仕事を探すことになり、まずは政府とのパイプを利用して完食を求めたが、同1782年に、 ノース内閣が崩壊したため失敗に終わった。続いて、ヘンリー・ジョンソンが1778年と1780年の二度に渡って、出願、取得したタイポグラフィに関する特許を購入した。この特許は宝くじの印刷用に発明されたものであり、活版印刷に使われる活字をアルファベット1文字ごとではなく1単語ごとにすることで、誤色を減らすという内容だった。 そして、破産の原因となった債務の整理が終わると、1784年6月1日に、ジョンソンと共に、ブラックフライヤーズで、ロゴグラフィックプレスという印刷所を開き、ジョンソンの特許を書籍印刷の転用した。ウォルターは、ジョンソンの特許が大きな利益をもたらすと信じており、1785年に、科学技術産業振興協会の会員に、 選出されるとジョンソンからもたらされた技術を教会に紹介し、教会の解放第三巻の印刷を任せられた。同年にロイズリストを印刷するようになり、1787年に関税局指定出版社になった。それ以外にも、ダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソー、ジャック・ネックケルの財政報告書の英語役、フランシス・ベーコンのヘンリー・ナナセ容詞などを出版し、 1789年にウエストエンドで書店を開業したが、いずれも大した利益を上げられず、1792年には書籍出版から撤退した。書籍出版が失敗した理由として、ウォルター自身は1799年に初代兼四段尺、ロイド兼四宛てに書いた手紙で、パトロンの欠如とジャーニーマンからの反発を上げ、オックスフォード英国人名治典は、 ウォルターの出版物での誤植が多いとの批判を上げている。書籍出版の傍ら、わら、1785年1月1日より、ザ・デイリー・ユニバーサル・レジスターという題名で新聞を発行し、1788年1月1日の第940号より、ザ・タイムズ、またはデイリー・ユニバーサル・レジスターに改名、同年3月18日にサブタイトルも削って、 ザ・タイムズとした。また、1790年に、夕刊新聞である、イブニング・メールを創設した。ウォルターにとっての本業はあくまでも、書籍出版であり、新聞発行はその片手間に関わるようになった仕事に、過ぎず、新聞の内容は編集者に任せ、自身はさほど力を入れなかった。タイムズ紙の発行部数は1792年には3000部近く。 1793年には4000部とされたが、同志がイギリスで大きな影響力を持つのは息子、ジョンの代になってのこととなる。ウォルターは新聞発行のせいで、たびたび裁判に巻き込まれることになり、1786年に初代ラフバラ男爵、アレクサンダー・ウェッター・バーンにより誹謗で訴えられ、150ポンドの損害賠償を命じられたほか、 1789年に、ヨーク・オールバニ公爵フレデリックへの誹謗罪の過度で、王座裁判所に適訴された。この時も有罪になり、50ポンドの罰金刑と1年間の禁固刑を言い渡された上、ニューゲート監獄に投獄された時に、さらに誹謗罪2件で起訴された。この2件の起訴でも、有罪判決を受けて、合計で200ポンドの罰金刑と1年間の 金庫刑を言い渡された。ウォルターが後年に改装したところによると、ウェールズ公を誹謗したとされた記事は、政府の意を受けた記事であり、その著者を供述すれば、自身の潔白は証明できたが、政府による罰金支払いを期待して供述しなかったという。ただし、獄中で書いた手紙などでは、刑罰を受けることに対する不満を漏らしていた。最終的には、ウォルターの娘メアリーが、 ウェールズ港に嘆願し、ウォルターが多くの政治家に抗議の手紙を送ったことで1791年3月9日に釈放され、政府からウォルターに250ポンドが支払われた。1795年に引退して、テディントンの邸宅に住み、長男ウィリアムが業務を引き継いだ。しかし、ウィリアムによる管理はうまくいかず、ジナンジョンが1798年頃より、 タイムズが身に関わるようになり、1803年には完全に引き継いだ。また、1799年7月に第一次、ショーピット内閣を批判する記事を出版したことで、政府からの補助金が打ち切られ、関税局指定出版社の地位も失った。1812年11月16日、デディントンで死去した。遺言上で4人の娘、諸子ウォルター・ウィルソン。 オイジョンにタイムズ氏の株式を譲ったがタイムズ氏の運営に大きく関わったジナンジョンは株式を得られず遺言状をめぐって長年の訴訟が続くこととなる1759年5月31日にフランシス・ランデムと結婚二男四女を設けたキャサリン・ウィルソンとの間で諸子を一人設けたありがとうございます